経営学、時事解説、人材育成、ビジネスメソッドをあなたに届ける新時代ストラテジーチャンネル。はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回はボトルネックとはというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まあ、ボトルネックというのは、まあ、ボトルのネックですから、まあ、瓶の首という言葉になりますよね。なので、まあ、例えば瓶があった時に、まあ、瓶の、まあ、太いところと細いところがあったならば、その細くなっている首の部分ですよね。で、これが、まあ、ボトルネックということになります。はい、ボトルネックとはということで、瓶の首の胃ということですね。生産活動や文化活動などで全体の円滑な進行発展の妨げとなるような要素ということですね。ボトルネックとは瓶の首。生産活動や文化活動などで全体の円滑な進行発展の妨げとなるような要素ということですよね。で、このボトルネックっていうのがものすごくこう経営においては大事な考え方なんですよね。まあ、ボトルネックというのを意識しながら経営しているのと、ね、ボトルネックっていうのを全然意識しないで経営しているというのでは全く違う結果になってくるということになります。で、例えばですね、まあ、ボトルネックっていうのを、まあ、イメージしやすい、例えから始めていきたいと思うんですけど、まあ、例えばですね、自動車を運転しているとしますよね。自動車を運転していて、最初こう2車線ですよね。片側2車線の道路を運転していた時っていうのはすごくこうね、スイスイ運転することができていると、ね、全然道路が混んでなくてスイスイ自動車を運転することができているとしますよね。ところが、ね、その片側2車線がある1箇所でこう片側1車線に狭くなったと、2車線だったのが1車線に狭くなったというふうになると、急に道路が混み出すということが起きますよね。で、そうすると今までねスイスイ走れてたのにね、1車線になった瞬間に急に道路が混むから、ね、その前段階である程度こう自動車をね、こう飛ばして運転してたとしてもほとんど意味がない。結局そのボトルネックのところで、道路がね渋滞して混んでいるわけですから、まあ、そこで後ろを走ってた、自動車にすぐ追いつかれて、ね、結局前の状態でね、スイスイ走ってたっていうのがほとんど意味がないということが起きますよね。まあ、似たような例で、例えば高速道路ですよね。高速道路っていうのも基本的にはスイ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 、ね、運転しているわけですけど、ね、急に混むということが起きますよね。まあ、例えば料金所の近くとか、もしくはなんか高速道路の中で事故が起きたというような事故現場ですよね。まあ、そういう、こう料金所で道路が混む、もしくは事故現場周辺で道路が混むということが起きたならば、結局その料金所っていうのはボトルネックだし、交通事故現場っていうのはボトルネックということになるわけですよね。その前段階でどれだけこうね、スイスイ走っていたとしても、そのボトルネックで急に道路が混むということになると、まあ、後ろを走ってた自動車にすぐ追いつかれて、結局前の段階でね、ある程度こう飛ばして運転してたっていうのが何の意味もないということになってしまうわけですよね。まあ、こういうふうにこうね、問題の根源になっているものですよね。そして生産性を著しく低下させているものっていうのがこのボトルネックという考え方になるわけです。で、そうした時に、ね、そしたらもう一つだけこう例え話を出してからちょっと本題に入りたいと思うんですけど、例えばトライアスロンという競技がありますよね。トライアスロンっていう競技があります。で、あのトライアスロンっていうのは3つの競技が全部できないと完走することができないわけですよね。ね、その3つの競技っていうのは、まあ、泳いで、自転車に乗って、そして走るということですよね。泳いで、そして自転車に乗って、そして走るという、この3つの競技が全部できて初めて完走することができるわけです。泳げるだけではダメ。自転車に乗れるだけでもダメ。もちろん走れるだけでもダメと。泳げて、自転車に乗れて、そして走れると。この3つができて初めて完走することができるとしますよね。で、そうした時に、もしですね、まあ、ちょっと分かりやすさを重視して極論ですけど、まあ、実際そんな人がいないかもしれませんけど、分かりやすく極論で、例えばその人は自転車に乗ることができない人だとしますよね。自転車に乗ることができませんと。ね、泳ぐことはできますと、走ることもできますと、
しかし自転車に乗ることはできないんですという人がいたならば、じゃあその人はトライアスロンで完走することができるかって言ったら絶対できないんですよ。ね、絶対できないんですよ。なんでかって言ったらトライアスロンっていうのは3つの競技が連続してますよね。ね、独立した別々の競技じゃないわけですよ、ね、トライアスロンっていうのは泳げて自転車に乗れてなおかつ走れたら初めて完走できるっていう競技なので、泳げるだけもしくは走れるだけもしくは泳げて走れるんだけど自転車は乗れないという人だったら絶対完走することができないわけですよね。ということはその人にとってのトライアスロンにおいて、ね、ボトルテックは何かって言ったらできない自転車ということになるわけですよね。自転車に乗ることができないっていうのがその人にとってのボトルネックになっているということです。で、ここから経営の話に入っていきたいと思うんですけど、例えば経営においてですね、まあ、ボトルネックっていうのがあると、もうそのね、企業は基本的に成功することができないんですね。結局それは自転車に乗れないからトライアスロンに完走することができないっていうのと同じで、経営においてボトルネックというのがあるとその企業は成功することができないんですよ、ね、例えば集客して販売してそして商品を提供しますと、集客して販売をしてそして商品を提供しますと、まあ、これが一連の流れになっているとしますよね。トライアスロンみたいに泳いで自転車に乗って走るっていうのと同じような感じで、集客して販売してそして商品を提供するというのが一つの流れになっているとしますよね。で、この3つの流れの中でボトルネックがあったらその企業は成功できないんですよ、ね、例えば集客できないとかね、販売できないとか、まあ、もちろん商品提供ができないっていうのはもう言うまでもないですけど、まあ、その3つの中に1つでもボトルネックがあったらその企業は成功することができないんですね。だからもしボトルネックがあるというのであれば、そのボトルネックは全力で解消しないといけないということになるわけです。さっきのトライアスロンで言うならば、自分は泳げるんだけどそして走れるんだけど、でも自転車はできないんですというのであれば、自転車に何が何でも乗れるようにならないとトライアスロンで完走できないですよね。ね、それと同じようで、ね、集客して販売して商品提供するというのであれば、この3つの流れの中にボトルネックがあるとその企業は絶対成功できないんですよ。だから自分は集客が苦手ですと、もしくは自分は販売が苦手ですと、ね、私たちの会社は集客が苦手ですと、私たちの会社は販売が苦手ですというのであれば、そこは全力で解消しないといけないところということになります。そうしないとその会社その企業っていうのは成功することができないということなんですよね。にもかかわらず、まあ、人っていうのは、ね、やっぱり、ね、好きなこと得意なことは一生懸命やろうとするんですけど、嫌いなこととか苦手なことっていうのはやっぱりね、避けようとどうしてもするんですよね。さっきのトライアスロンで言った時に、自分はね、走るのは好きなんだと、だから走るのは得意なんで走る練習は率先してやるんですよ、ね、だけど自分は自転車に乗ることができませんっていうんだったら、自転車に乗る練習っていうのはどうしても後回しにしようとするんですよね。で、経営も同じで、経営もね、例えば自分たちは商品提供は自信がありますと、自分たちはいい商品作ってますと、だからいい商品を作るということは一生懸命やるんだけど、いや自分はね、自分たちは販売は苦手ですとか、自分たちは集客が苦手ですっていうんだったら、どうしてもそれは後回しにしようとして結局やらないということが起きてくるんですよね。で、そうした時に人間の脳っていうのは非常に困ったもので、ね、結局例えばトライアスロンで自分はね、泳げて走れるんだけど自転車に乗れないとした時に、トライアスロンに完走できない原因っていうのは明らかに自転車に乗れないことが原因ですよね。だったらその人は、ね、トライアスロンで完走するためには、ね、絶対自転車に乗る練習をしないといけないわけですけど、人間の脳っていうのは非常に困ったもので、あ、自分がトライアスロンに完走できないのは、ね、走るのが遅いからなんだと、ね、走るのが遅いからトライアスロンが完走できないんだと、だからもっと走る練習をしてもっと速く走れるようになる必要があるっていうふうに解釈しちゃうんですよね。これが私たち人間の脳のすごく困ったところです。経営に置き換えるならば、ね、その企業はいい商品作ってるんですよ。いい商品作ってるんです。品質がいいんですね。
品質がいい商品作ってるんだけど、いざ売り上げが上がらないってした時に、ね、本当は苦手な販売の部分に原因があるにもかかわらず、あ、自分たちの作ってる商品っていうのはまだまだなんだと。品質がまだまだなんだと。だから、ね、品質がまだまだだから売れてないわけで、だからもっと品質を向上させようって言って、また商品を作ることに一生懸命になるわけなんですよ。それは走れるのに、ね、走れるのに、ね、もっと早く走れるようになろうとしてるのと同じで、もう十分にいい品質の商品を提供し、作れてる。で、それはそのお客様がもし買ってくださったら十分に満足できる基準の商品になってるにもかかわらず、あ、自分たちの会社の売り上げが上がってないのは、ね、商品が良くないからなんだと。だからもっと商品を改善する必要があるんだっていうことで頭が、ね、判断してしまうんですよね。そういう解釈をしてしまうわけなんですよ。だけどトライアスロンで、ね、例えると分かりやすいと思うんですけど、そのトライアスロンで完走できないのは、得意な走るのがもっと速くなることではなくて、苦手な自転車を何が何でも乗れる必要になるってことですよね。で、企業の場合も同じで、ね、もし成功するというのであれば、集客して販売して商品提供っていうのは、これは流れの中にあるわけですよ。切ることができないんですね。だから自分たちはもし売り上げが上がってないというのであれば、得意な商品を作るというところではなくて、苦手なボトルネックの方を何が何でも解消しないといけないんですよ。そうしないと、どれだけ品質のいいものを作り続けていったとしても全く問題が解決しないと。去年よりもっといい商品作りました、去年よりもっといい商品作りました、また去年よりもっといい商品作りましたって言ったとしても、自分たちは販売っていうところにものすごい苦手を持っているのであれば、全く結果が変わっていかないわけなんですよね。なので、この経営っていうのにおいてのボトルネックっていう考え方っていうのはものすごく大事で、ね、結局その企業の生産性って何が決めてますかって言ったら、ボトルネックが決めてるんですよね。ボトルネックがあるから、その企業の生産性がそれでとどまってるわけですよ。で、ボトルネックが解消されたら一気に問題が解消するわけですよね。まあ、例えば高速道路で、ね、料金所がないと、ね、いつも料金所周辺で道路が混みますと、ね、だから今までどれだけスイ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 走ってたとしても、料金所があると必ず道路が渋滞しますと、ね、道路が混みますと、ね、後ろから走ってた車にすぐ追いつかれますとします。ね、だけど料金所なくなりましたと、ね、料金所が完全に撤廃されましたと、ずっと高速道路は同じ、ね、道路がひたすら続きますと、ね、例えばアメリカとかヨーロッパっていうのはもうどっちかっていったらそういう道路ですよ ね、基本的に高速道路っていうのはまあ無料なので、普通の海外アメリカとかヨーロッパはね、だから基本的に料金所っていうのがないわけですよ。だからずっと同じ、例えば時速80キロなら80キロでずっと走り続けることができるわけですよね。一回もこうね、減速しないで走り続けることができるわけです。だからあれだけ、ね、広大な、ね、土地だったとしても、まあ、快適に、ね、長距離ドライブをすることができるわけですよね。で、日本の場合は料金所っていうのがあるから、だから料金所があるたんびに、ね、道路が、ね、混むということがある。だったらボトルネックっていうのは料金所がボトルネックになってるわけですけど、その料金所っていうのが全部撤廃されたならば、一気に、ね、その生産性、まあ、特に 物流っていう意味での生産性っていうのはものすごくこう飛躍的に上がるということになるわけですよね。だからその部分においての生産性って何が決めてるかって言ったら、いい部分が決めてるんじゃなくて、ボトルネックが決めてるんですよね。生産性が高いか低いかっていうのは、得意な部分が決めてるんじゃなくて、苦手な部分が決めてるんですよ。苦手な部分があると、その苦手な部分まで生産性は落ちてしまうということなんですよね。だから得意を磨いていくっていうことよりも、ボトルネックを解消するっていうことの方がはるかに重要で、生産性を向上させるということなんですよね。で、ここで気をつけないといけないことっていうのは、ね、それって経営の王道というか、経営の原則に反してるんじゃないかって感じられる方がいるかもしれないんですよね。そのボトルネック解消に全力を挙げないといけないっていうことは、ね、経営の原則、経営の王道に反してるんじゃないかっていうふうに感じられる方がいるかもしれないんですよ。で、王道って何ですかって言ったら、苦手なものには手を出さないで強みに集中するという考え方ですよね。で、自分たちの苦手なものには手を出さないと、ね、強みに集中すると、それが経営の王道であると、競争戦略の原則であるという
考え方ですよね。で、この考え方に、ね、反してるんじゃないか、矛盾してるんじゃないかっていうふうに感じられるかもしれないんですよね。で、ここは、ね、切り分けて考える必要があります。ボトルネックっていうのは、連続した流れにあるものっていうのが前提なんですね。連続した流れにあるものっていうのが前提です。一つ一つが独立している場合にはボトルネックっていうのは発生しないんですよ。ね、まあ、例えば、子供たちの勉強で国語、社会、数学、理科、英語っていうのが、まあ、5教科あるとしたとしていて、その5教科っていうのは基本独立してるんですよね。ね、社会の点数と数学の点数っていうのは基本独立してるわけですよ。ね、だから、例えば数学苦手ですと。ね、で社会は得意ですと、ね、だから、ね、数学と社会っていうのは独立しているので、どっちかを切り捨ててどっちかに集中するってことはあり得るんですよね。でそして経営において、競争戦略においてはそれが原則です。例えば自分は数学は苦手ですと、社会は得意ですと、だから社会に集中しますと、数学は切り捨てますというのが経営上は正解ですよね。競争戦略っていうのはまさに戦略ですから、略するっていうことなので、やらないことを決めていくことが戦略ですよね。だから数学は苦手ですと、社会は得意ですと、だから数学を切り捨てて社会に取り組みますと、社会を一流にしますというのが正解ですよね。なんでかって言ったら、苦手なものを普通にするのよりは得意なものを一流にした方がはるかに効率がいいからですよね。苦手を普通にするってものすごい大変なんですよ。苦手を普通にするっていうのはものすごい時間とかお金とかエネルギーを必要とするんですよね。ね、苦手をやっと普通にするっていうのにもすごく時間がかかるし、お金がかかるし、エネルギーを投入しないといけないわけです。それよりは得意なものを一流にした方が、はるかに少ない時間、はるかに、ね、少ないお金、はるかに少ないエネルギーで一流っていうのを作ることができるわけですよね。だから学校教育が良くないところっていうのは、国社数理へ全部まんべんなくできるようにさせようとしますけど、あれは最悪で、ね、そうじゃなくて、数学苦手で社会得意だったら数学やらなくていいんですよ、その子は。ね、もう全く切り捨てていいんです。ね、社会だけができるようになれば、もうそれだけでその子は成功できるんですよね。たった一つものすごい強い部分があれば、それだけで成功することができるっていうのが私たちの社会ですから。そうすると学校教育っていうのは基本的に考え方がまあ悪いわけですよね。で、国語、社会、数学、理科、英語、全部5教科全部できないといけないっていう風な考え方を取りますけど、実際社会に出た時に本当に成功する子を育てたいっていうんだったら、苦手な数学なんかやる必要ないと、ね、苦手なものを普通にするっていうのはものすごい大変だから、だったら得意な社会を一番になりなさいと、ね、社会は誰よりも、ね、得意な、ね、人になりなさいということで、強みに集中させるっていうのが正解なんですね。で、これは経営の世界も全く同じで、自分たちがね苦手なものっていうのがいくつあってもいいんですよ。自分たちがあの会社に負けてるとか、自分たちはこの、ね、部分はできないっていうのがいくつあってもいいんですよ、ね、だから基本的にはやらないやらない、あれもやらない、これもやらない、こっちもやらない、全部やらない、だけどこれだけはやると、しかもこれは絶対一番を取ると、必ずいつか一番を取ると、圧倒的一番になるというものを一つ決めて、それに集中するっていうのが経営の王道だし、競争戦略の原則中の原則の考え方ですよね。まさにそれが戦略なわけですよ。やらないことを決めるっていう、略するっていうのが戦略ということになります。で、この話と、ね、今回話しているボトルネックって矛盾するんじゃないかと。で、苦手なものは手を出さなくていいから切り捨てていいと、得意なものを一流にしていく、一番を目指すという考え方と、ボトルネックを解消するっていう考え方が、ね、矛盾するっていうふうに聞こえるかもしれないんですけど、これはね、前提が違うんですね。さっきの国語、社会、数学、理科、英語っていうのは独立してましたよね。連続してなかったんですよ、ね、数学ができるようにならないと社会ができるようにならないっていうことはないんですね、基本的には。ね、数学苦手でも社会だけ得意になるってことはあり得るんですよ、ね、別に一次関数が解けなかったとしても歴史の年号を覚えるってことはできるんですよ、ね、だから基本独立してたんです。独立してるものだったら苦手なものは切り捨てて得意なものに集中するっていうことは起こり得るんですね。それが正解なんですよ。だけどボトルネックの場合は、今回話しているボトルネックっていうのは違うんですね。これ連続してるんですよ。トライアスロンみたいに泳いだ後は
自転車に乗った後は必ず走りますというふうにこう一連の流れになってるんですね。でそうなると話は変わってくるんですよ、ね、例えばその切り捨てるっていうのが正解な場合っていうのは、例えば自分が個人的に家事は苦手ですと、だけどビジネスは得意ですと、ね、自分は家事は苦手でビジネスは得意ですと、ね、だったら苦手な家事がなんとか人並みに普通にできるようになるのに時間を使うぐらいだったら、得意なビジネスに、ね、24時間365日を集中させた方がいいというのは正解ですよね。自分は苦手は、家事は苦手ですと、ビジネスは得意ですと、だったら家事は切り捨てて、ね、そしてビジネスをやると、家事は別に、ね、近くのスーパーとかコンビニで、ね、お惣菜買ってきてもいいし、ね、もちろんこう、結婚してるっていうことだったら奥様に、ね、お願いしてもいいし、ね、独身だっていうんだったらメイドさんを雇うっていう選択ね、お手伝いさんを雇うとかメイドさんを雇うっていうのも選択肢になりますよね。で自分はもう家事はどう考えても苦手だし、努力したとしても、ね、普通になれるかどうかも分かんないと、だったらそんなものに時間を使わないで、ね、自分は得意なもので、ね、ビジネスは得意だからビジネスでお金を稼いで、その稼いだお金で例えばお手伝いさんを雇うとかメイドさんを雇うっていうのは一つの、ね、立派な選択肢になりますよね。でそれはまさに戦略のある考え方、戦略のある、ね、生き方ということになるわけですよね。あれもやる、これもやる、みんなやるっていうのは一番戦略がないわけですよ、基本的にはね。なんですけど、ね、それは、ね、家事とビジネスっていうのは切り分けることができるからなんですよね。家事が得意にならないとビジネスで成功できないわけじゃないんですよ。家事は一生苦手でもビジネスで成功することはできるんです。なぜかって言ったら家事とビジネスっていうのは切り分けることができるからですよね。でその話と今回のボトルネックの話は違うんですよ。ボトルネックっていうのは切り分けることができないんですね。一連の連続した流れの中である一つの部分が詰まってるっていうか細くなってる場合をボトルネックっていう風に言うわけです。だからトライアスロンみたいに、ね、泳ぐことと自転車に乗ることと走ることっていうのを切り分けることができなくて、それが連続してる場合に自転車に乗れないっていうんだったら、それはトライアスロンにおいてはボトルネックになってるということですよね。でさっきの話で言った時に、例えば自分は家事は切り捨てますと、いやもう自分はもう苦手だからそれはできるようにならないと、ね、もうそれをどう努力しても、ね、普通に慣れるかどうかすらわからないと、まして得意になったり一流になるなんてことは一生ないというのであれば切り捨てていいわけですよ。もう家事はやらないと決めていいわけですよね。もうできる人にお願いすればいいというふうに切り捨てていいわけですよ。しかしじゃあ家事は切り捨てましたと、ビジネスに集中しますとしたときに、じゃあビジネスの中にボトルネックがあったらそれは成功できないっていう話なんですね。ね、家事を切り捨ててビジネスに集中するは OK なんですよ。だけどビジネスの中に、一連の流れの中に苦手があったらそれはさすがに成功できないっていう話なんですね。そしたら集客して販売して賞金提供をするっていうのはもうこれ連続してますから切り分けることはできないですよね。売らないのに商品を提供するってことはできないわけですよ、基本的にはね。売れたから商品を提供するのであって、売れてなかったら商品は提供できないわけですよ。だったらそれはもう連続した流れの中なので、だったら集客販売商品提供という連続の中に一つでもボトルネックがあったらそれは成功できないということなんですよ。そしたら自分は商品提供は得意だけど販売するのが苦手っていうんだったら、その苦手な販売っていうのは何が何でも克服する必要があるわけです。もちろん克服の仕方っていうのは2つあると思うんですよね。一つは外注、もう一つは内製って言って自分たちでできるようになるということですよね。まあ、いずれにしても経営資源、人物、お金を使わないといけないということですよね。まあ、外注がいいのか内製がいいのかっていうのはもう一長一短なので、ちょっと今回は触れませんけど、外注には外注の、ね、こういう長所があって短所があって、内製は内製のこういう長所があって短所があってっていうのはもう基本コインの表裏なので、内製が 100% いいわけでもなければ外注が 100% いいわけでもないわけですよね。だから集客販売営業、集客販売商品提供という中で自分たちは商品提供には自信があると、だけど集客販売は自信がないとね、自分たちはそれは苦手だと、だからその集客販売を得意としているところに外注して、ね、お願いするとか連携をする、ね、アライアンスを組むという考え方も立派な選択肢ですよね。それはそれで十分立派な選択肢です、ね、しかし自分たちは商品提供は得意だけど集客販売が苦手だと、で外注しないで、ね、自分たちでなんとかね、自分たちが苦手にしているこうボトルネックになっているこの販売っていう
のをちょっとね、期間を決めて、ね、1年なら1年、3ヶ月なら3ヶ月っていう形で期間を決めて、そのボトルネック解消に人物、お金、時間、情報っていう経営資源を一気に集中して、ね、なんとかできるようになろうというふうな内政を図るっていうのも一つの選択肢ですよね。でそれはもう外注するのか、ね、それとも内政するのかっていうのはもう一長一短なので、ちょっと今回はそこはね、触れませんけれども、いずれにしてもボトルネックをボトルネックのままにしておいてはいけないっていうことなんですよ。外注するにしても内製するにしても必ずボトルネックは解消しないといけない。もし企業としてビジネスをやっていく、それで成功していくっていうのであれば、絶対に集客して販売して商品提供するっていうのが全部ちゃんと流れるように、ね、高速道路でこう自動車がスイ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 流れるような状態にしないと成功することができないということです。逆の言い方をすると、ボトルネックが問題の根源になっているので、だから逆の言い方をすると、ボトルネックさえ解消できれば生産性は一気に上がるということなんですよね。ね、だから結果っていうのは得意なものが決めてるのではなくて、苦手なものが決めてるわけなんですよ、ね、苦手なものが決めてるわけですよ、ね、自分は泳ぐのは得意だし走るのは得意なんだけど、全く自転車に乗れませんっていうんだったら、その人の結果っていうのは得意な、ね、水泳とか走るっていうのが決めてるのではなくて、苦手な自転車に乗れないっていうのがその人のトライアスロンにおける結果を決めてるわけです。同じように経営も同じで、ね、その経営の結果を決めてるっていうのは得意な商品提供が決めてるわけじゃないんですよ。苦手な集客とか苦手な販売がその企業の実績、結果っていうのを決めてるということですよね。だからボトルネックが解消さえすれば、生産性っていうのは飛躍的に上がる、業績っていうのは飛躍的に上がるということなんですよね。なんですけど、人間の脳っていうのは本当に困ったものだし、ね、しかもね、日本人の経営者のね、95% は職人型経営者なんですよね。ね、職人型経営者が 95% なんですよ。ね、だから商品を作るのが好きだとか、商品を作るのが得意だっていう人が大体経営者になってるんですよね。だから商品を作ることに人物、お金、時間、情報っていうのをたくさん使うんですよ。ね、だから自分の好きなこと、自分の得意なこと、商品を作る、ね、っていうことに対して経営資源、人物、お金、時間、情報を使うんですね。でもし自分たちが業績が良くないっていうんだったら、あ、もっといい品質の商品を作らないといけないんだ、もっといい品質の商品を作らないといけないんだって言って、ずっとそっちの方向に時間とかお金を使い続けるんですよ。だけどその企業の業績を決めてるのは得意な商品開発じゃないんですね。違うんですよね。苦手にしてる、ボトルネックになってる販売とか集客がその企業の業績を決めてるんです。だから毎年毎年商品を改善し続けていたとしても全く業績が変わらないんですよ、ね、得意なものが業績を決めてるのじゃなくて、ボトルネックが業績を決めてるわけなので、ボトルネックを解消しないといけないんです、ね、そうした時に、ね、どっちの手段でも、外注だろうが内製だろうが、どっちの手段だったとしても、ボトルネックを全力で解消に行ったならば、その企業の業績っていうのは格段に上がるわけですよ ね。結局水泳大得意ですと、走るのも大得意です、でも自転車に乗れませんでしたっていう人が、自転車にいざ乗れるようになったら一気にトライアスロンで完走できるし、ある程度いい、ね、記録っていうのを出せるようになるわけですよ。同じように、自分たちは集客販売営業、集客販売商品提供っていう3つの流れの中で販売っていうのがものすごい苦手だというのであれば、そこの部分を解消することができれば、一気に生産性が上がるし、一気に業績が上がるということですよね。そうすればボトルネック解消を通じて、もちろん会社の業績っていうのが飛躍的に上がるだけではなく、ね、本当にいい商品、本当に自信のある商品っていうのが社会全体に広く、ね、普及していくっていうことになるし、ね、大きな社会貢献に、ね、ボトルネック解消が大きな社会貢献にもつながっていくというお話です。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、4つの無料プレゼントというご案内をさせていただいています。なのでぜひ、この機会にですね、メルマガを登録して、4つの無料プレゼントをすべてお受け取りいただければというふうに思っています。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。